どうもバーンです。今日はね3号機を琵琶湖湖岸に持ってきてフライトしようと思います。3号機割と調子よく飛んでくれてはいます。ただねバッテリーがねちょっとね怪しいバッテリーが1本出てきたんですよ。前回の動画でもお伝えした通り2回目のフライトの時に、同じね日本のバッテリーを使っていて1本目はちゃんと通りました。ところが2本目ですね、上空までねちょっと行くのがしんどいなというようなバッテリーが出てきました。ここにねハズレクエスチョンっていうねちょっとマジックでね書いてます。これがちょっともしかしたらハズレのバッテリーなのかなと、もしくは、もうこのバッテリーね、だいぶ古くから使ってるバッテリーなんでへたってきたのかなというふうな、もしかしたらそういうことなのかもしれない。で、今日はですねその再現確認、このバッテリーが上空まで行けないかどうかっていうね再現確認をやっていきます。前回のフライトで、3号機で2回目のフライトで、上空まで行くのがしんどかったバッテリーですね。で、早々に30秒ほどで下ろしたんですけども、で、こういう問題の調査をするときですね、さて皆さんどうされますか。さあ、とりあえずこのバッテリーが問題なんだから一発目からね、これとりあえずこのバッテリーでね調査すればいいじゃないかということだとね、ちょっとね問題がねややこしくなるんですよ。もしかしたら別に要因があるかもしれない。例えばESC であったりブラシレスモーターであったり、そういうのがですね2回目のフライトの時に問題が発生しているっていうことをですね、見逃す原因になってしまうんですよ。だからまずは1回目この1本目のバッテリー、前回1本目のバッテリーで使ったバッテリーと同じようなことをして、で2回目でもこのハズレクエスチョンがねまず再現するかどうか、まずこういう時は再現確認からやっていくっていうのがね、いいと思います。でまずはですねその再現確認をした上で、その次のステップで、このハズレクエスチョンバッテリーを1本目に持ってくるんですよ。1本目の仕様にね、そうした時に再現が、上空まで行けないっていうのがですねこっちのバッテリーでも似たようなことがね2回目のフライトで起こるかもしれない。2回目のフライトが原因、つまり他に原因があるということに問題の切り分けができるわけですね。で問題の切り分けはいきなりやるんじゃなくてまずは問題の再現確認から、ということになりますね。何をぐだぐだ言ってるんだ早く飛ばせといったところではありますけども準備していきます。はい、どうも。そうしましたら日の出直後です。3号機テイクオフです。バッテリー1本目です。残念ながら3号機琵琶湖に墜落です。取ってきます。はい、どうもです。岸から2、30メートルのとこなんで、初の試みです。リールと針のついていないルアーですね。これでラジコンの救出が多分できると思うんでね、試してみようと思います。Thank you.
ありがとうございます。ラジコン釣れました。本日ジエンドですね。まあでも、問題がね、なんか分かってきたような気がしますね。バッテリーの使用時の温度ですね、マイナスの氷点下にはなっていないものの、今日の気温は5度とかね、そういう寒い気温ですよね。で、僕がベラベラ喋ってるうちにバッテリーの温度が冷えて、で、上空まで行けなかった可能性がありますよね。バッテリーウォーマーみたいなものが必要なのかな。体温で温めていて直前まで、温めておくというのがいいかもしれないですね。で、今回、一応やってはいたんですけども、直前ですね。直前は数分間、僕がベラベラ喋ってしまいました。で、2本目のバッテリーにこの現象が前回起こったっていうのは、その 2本目のバッテリーに使うまでにですね、バッテリーが冷えてしまってたのかもしれないですね。直前まで、体で温めておかなければならないのかもしれないです。次回その検証を行っていこうと思います。そして釣り竿での救出、これ大成功ですね。毎回持ってきた方がいいぐらいのレベルです。本日以上です。ではでは。